小林次郎小林次郎8月13日から1967年7月2日は日本の官僚。貴族院初期官庁、貴族院直選議員、参議院事務総長。1891年長野県上見の地群、高岡村に小学校教員の父小林よりとし、母時の次男として生まれる。当時小林家は家屋の一部を高岡。 村役場庁舎として貸していたので、二郎は村役場に生まれた子であった。また二郎が高岡尋常小学校に通っていた9歳の時、父、大都市が校長に着任したため、村の校長先生のこともなった。城山神常高等小学校から旧西長野中学校へ進学。一年先輩には青木和夫、一年後輩には栗林忠道がいた。 1910年父の友人である、戸隠神社宮寺、上秀夫の勧めもあり旧世代七高等学校へ進学。七高時代には、薩摩伐による更新への手厚い育英事業を目の当たりにして、長野県人としての孤独を痛感し、同郷の後輩たちへ進路を誤らないよう悟しつつ、長野県人の団結を促す趣旨の新聞記事を寄稿している。 1914年東京帝国大学法学部へ進み、在学中の1916年高等文官、試験に合格。翌年3月東京帝大を卒業し、司法監視法に任じられた。1917年10月同じ長野県人で内務省出身の貴族院議員、伊沢滝雄の地遇を得て、内務省に入省。沖縄県属となり、那覇警察署長。 県産業課長を経て1918年県警視、1919年県理事官となる。沖縄での3年間では、地元の青年たちと意気統合し、古い慣習を改める運動に取り組んだり、那覇を自由貿易港とする主張を展開するなどしたという。1921年1月貴族飲食機関に、天任主衛長。 11月に即帰課長兼議事課検書無課書期間。1921年第7回万国議員章事会議に出席する伊沢滝良貴族院議員の図員として欧米へ出張。以後、30から40歳代に欧州3回、中国大陸5回、南洋諸島、フィリピンなど世界各国への長期出張を経験し、国際的な広い視野を養った。 1922年関東大震災後の臨時震災救護事務局事務官1933年行政裁判所表情官を兼任1938年理事課長兼所務課長兼委員課書記官兼刑務課書記官1940年12月4日瀬古ヤ筋の後を受けて第9代貴族委員書記官長に就任書記官長時代の小林の議会運営は 各派交渉会などの場において議長と初期官庁の一人二役と言われるような議長をいただきながらその代弁をし、一方では事務局の長として規則とか宣礼を説明するという二つの立場を巧妙に使い分けていたという。また議会は規定により傍聴を認めておらず、衆議院は新聞記者だけは入れるようにしたが、貴族院は規定通りに行っていた。 終戦後も小林はこれを決して認めなかったという。1941年12月6日の太平洋戦争開戦の日は午前4時頃登場。秀樹総理大臣から電話で午前5時に大木衆議院書記官長と一緒に首相官邸の日本館の方へ来るようにと言われ、面会した登場は緊張した中にも安堵したような面持ちでうまくいったといい。小林と大木に 臨時議会召集の用意を命じた後、その場にいた、星野内閣初期官庁、森山内閣法制局長と、大木、小林、東条の5人で乾杯したという。小林は、東条内閣の戦争遂行方針には、批判的な立場であったという。小林の初期官庁室にはしきりに有力議員が来て、無茶な戦争をして、勝てっこないぞ。 けしからんという発言をしていったといい、そうした、講和派の議員と外務省とのパイプ役を果たさせるために、茂光葵外相の下で和平を担当していた、外交官、加瀬俊一を、貴族院書記官と兼任させ、部下として、工作に従事させた。加瀬は、戦後小林を、有国の石あふれる卓建の人物で陰にように、我々を援助してくれたと評している。また、 小林自身が公用車内で、この戦争は負けると発言したら、運転手が、皆が戦争に勝つと言っているのに何事ですかと言って、やめてしまった。そのことを、終戦後に再会した元運転手にわびられ、負けるとわかっていたらどうして、あの時あなたが、総理大臣にならなかったのですかと言われ、困惑したという逸話がある。戦時中の貴族院の議員や、各市長社会の即記録については、 保全を図るため距離に近い長野市善光寺の納骨堂へ保管せしめたことがあったという。1945年5月24日未明の空襲で議事堂最寄りにあった貴族院書記官長官社にも M69 小委団が着弾。幸い消火に成功し、小林は翌25日朝に所要のため長野に帰省したが、同日夜再度の空襲で感謝は全焼した。 終戦後、幸福調印式に出席する、茂光は大い前県代表に随行することになった、加瀬俊一は、礼服に必要なシルクハットを繊細で消失していたが、小林次郎が貸してくれたものを持参して式に臨んだ。有名な戦艦水売館場艦上での調印式の映像で、茂光の傍らに従う加瀬が持っているのが、小林のシルクハットである。式典後の記者会見が終わった後、 窮地の米国人ジャーナリストがこのハットの中にチョコレートを入れておいてくれたのを見たカセは戦争が終わり平和が訪れたことをしみじみ実感したという。やがて新中軍が来ると議会職員の女子たちは皆逃げ始めたが小林はこれを怪しからん皆引き止めろと言いまた通用口に立てていた日の丸を新中軍が奪った事件があった時には これに抗議を申し入れさせるなどしたため、厳格で昔肩着の持ち主と評された。1945年10月25日、GHQ の憲法改正要求により、政府が設置した憲法問題調査委員会において、少なくとも10月30日省委員会までの時点で追加の委員となり、同年12月22日付で同委員会総会に、 第日本帝国憲法改正試案を提出した。その内容は、第日本帝国憲法はこれを改正するのような死を前提としつつ、改正や胸き場合は、貴族院を公議員と解消し議員は公選ではなく、直任とすることなどを提案している。この間の11月24日、小林は貴族院初期官庁在任のまま貴族院議員に直任された。 現職初期官庁の議員兼任は、初代の金子健太郎と最後の小林だけであった。1946年1月までに憲法問題調査委員会がまとめた憲法改正要項をいわゆる松本氏案は GHQ により不十分として拒絶され、2月13日 GHQ が提示したマッカーサー草案による憲法改正案が以後審議された。 貴族院での審議では GHQ が極東委員会の意向に基づいて追加挿入を求めてきた国務大臣はサビリアンズでなければならないという規定についてサビリアンズを文民と造語して条文へ挿入する修正を施したが当時の小林は英語のサビリアンズには退役軍人も含まれるとの理解でありこれで心ならず戦争に行った若い元軍人でも 将来政治に参加できる道が開けたと認識していた。11月3日日本国憲法が交付され、貴族院は廃止され新たに参議院が設けられることになったため、1947年4月小林は参議院解説準備委員長を務め、5月2日貴族院小機関長を退任した。1947年5月3日、日本国憲法施行に伴い5月20日、 招集された第1回国会特別会題、1日目において仮事務総長として仮議長を務め議長副議長選出選挙を進行。翌21日に行われた事務総長選挙で当選し初代の参議院事務総長に選出された。参議院事務総長時代の小林は各派交渉会などで貴族委員式の議長と初期官庁の一人に役的な 議会運営手法を踏襲したが、社会党など革新系から反発を受けたことがあったという。1949年9月参議院事務総長を辞任。理由は、翌年の第2回参議院議員選挙に出馬するためで、あるが、小林本人が参議院の議会運営に限界を感じたものであり、周囲も小林が合わなくなったと見ていたのであった。いずれにせよ小林は、 貴族院初期官長から参議院事務総長まで戦前、戦中、戦後の議会事務局の長を通算8年9ヶ月余り務め、2020年現在でも国会議事堂の事務総長席に最も長く座を占めた人物である。参議院解説準備委員長在任中の1947年4月5日に実施された初回の高選長野県知事選挙では保守陣営で、 小林次郎を擁立する動きがあった。保守系の有力者がのきなみ公職追放で、出馬不能のため、自由。新歩党両党では自由党は、現職の物ノべベカオルローを押したが、新歩党は、初代民選知事は、長野県人という意向から小林を第一候補とし、第二候補を物ノべとした。当時小林を支持した者は、北進の防災閥と、これに関連する一軍の人々で、 その背後には、上原悦次郎内相があると言われ、郡山義尾元知事や木内志郎などが頻繁に来県していたという。1947年2月18日両党県会議員による、通称、ヤブ会談で、両論はぶつかり、結局モノベアに一致したが、小林大須少坂は、モノ,ノベを退却させる、選挙戦術や中央での政治工作を、数密古文館。 伊沢滝をに求めた。しかし伊沢は、小林の知事選には政官の構えで、それどころか会合の主催者の一人として、自身の名前が使われたことを知って激怒し、小坂は行き違いを浴びた。これも、一因となってか、結局、小林の出馬は見送られた。この第一回長野県知事公選は、結局保守陣営の者の,のべと、林によると、当初小林は、 社会党の応援を得ての出馬を考え、直接林に支援を要請したが、林が社会党への入党を条件として提示したことに、小林が難色を示し、調整は不調に終わったという。なお1951年、第2回長野県知事選挙でも再選を目指す林に、対抗する保守陣営の候補として、小林の名が出たが、擁立は実現しなかった。 1950年5月第2回参議院議員選挙の全国区に自由党から出馬する。参議院事務総長退官後は2年半の体験に徹し、日本国憲法の精神が国民の間に理解されていないことが分かったので、日本民族将来のため、予勢を国民の政治教育に捧げようと決心していたが、周囲の勧めがあり議員選挙へ出馬したという。 所属政党については、小林が貴族院議員に直選された、当時の内閣書記官、杉田大三郎から社会投入等を勧告されて、いたが、新民間待遇を賜った時の首相、吉田茂の誘いがあり、自由党を選んだという。しかし、小林の意気込みに反して、選挙の実際は、金と違反がまかり通る世界、であった。その上、党本部の支援も、不十分で、 小林は11万票余りの得票で落選。小林はこのままでは選挙法を改正しない限り良識的な候補者を苦しめるだけであると憤慨している。ついで1953年4月第3回参議院選挙に長野県区から出馬して落選した。国政参加への再度の挑戦の背景には日本国憲法の制定に関与した者の,の一人としてその内容の不十分を 国政の場で自ら提起し、正して行きたいという強い思いがあったからであった。二回目の落選の後小林を世話人として、主に旧貴族院で日本国権、毎月第一、第三月曜に例会日とし、河井八八参議院議長の協力を得て、議長工程を会場とし参議院の即記者と経営士を使用した反抗式的な性格の研究会として活動した。研究会は、 A 日本国憲法制定の経緯の記録 B 日本国憲法の解釈論 C 改正案の作成の3点を主たる目的とし政党の意見や世論を超越して健全な改正案を将来の参考のために残そうとするものであった1956年7月第4回参議院議員選挙全国区で3度出馬するが落選同時に河合八も落選したことで 参議院議長としての河井の支援を期待することができなくなったことから、月曜会で従来のように参議院の即記者を使用することや、議長工程を使用したりすることが困難になった。そこで1958年3月10日、月曜会を開組して、浮草憲法研究会とし、その初回に、それまで検討された内容を、日本国憲法、浮草研究会草案としてまとめた。 ウキクサ憲法研究会は1959年10月頃までは活動したが主要参加者が次第に死去するなどして自然消滅した。なおこの月曜会、ウキクサ憲法研究会の活動速記録は日本国憲法の制定過程の裏側がわかる貴重な資料であり、2010年に参議院の保管棚から偶然発見され、2014年に本国交換された。 晩年は、郷里長野県出身の更新への支援に熱心で、あった。戦後や毛の原になった東京での就学環境は、劣悪で特に住宅不足が、社会的問題であった。そこで、長野県出身者で、東京に就学する学生への支援を目的として、県出身指定の陸海軍、商工育成支援機関だった、信武会を解消し、 その財産を基礎として1947年12月財団法人品の育英会を設立。小林は常務理事に就任した。同会の主要事業は県人寮、品の学寮の運営であったが、入寮者が確保できず経営は不安定で、小林は長野県政財界の間を奔走し、協力を求めた。1951年副理事長。 1957年理事長に就任。同年に小平市の自宅敷地のうち600坪を育英会に譲渡し、鉄筋コンクリート3階建て、洋室50室、学生100人収容の小平寮を建設。その運営に当たった。こうした育英活動への尽力は自らが鹿児島の第7高等学校時代に体験した。 中央の薩摩閥から京都への支援の手厚さが影響したとも考えられる。1967年7月2日、脳難化症のため、小平市の自宅で死去。玉霊園に墓がある。ありがとうございます。